はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。今日なんですけど、新年、一発目にですね出る新ボックスでレビューをしていきたいんですけれども、前回ですね僕シャドールの部分だけレビューしました。で、シャドールに関して知りたい方は前回の一つ前か二つ前かなの動画を見ていただければ嬉しいなと思います。で、今回はシャドール以外にもかなり強いカードとあとスキル来ておりますので、この辺をね、レビューしていきたいなと思ってます。で、主にレビューしていくのはまずラーですね。はい、三元神のラーっていうまあテーマがあるんですけれども、それスキルも来ているので、そこをちょっと、紹介していきます。まあちょっと結構ね、可能性としてはかなりあるカードかなっていうふうに思ってます。であとセイクリッド、コズモで、まやかしめっちゃ来てます。なんでまやかしで、マダンで、マシンナーズも結構来てます。で、その辺とかを話していきたいなというふうに思います。まずラーなんですけど、スキルも来てるんですが、カード、モンスター2つと、あと、魔法トラップ来てるので、ちょっと紹介します。ラーの抑止流、スフィアモード、通称玉ですね、ラー玉。ラー玉は、まあ、なんか、普通だったらさ、これを、相手のモンスター3枚リリースして、送りつけるっていうふうな。そういう風な効果があるんですけど、ですね、リンクスにおいては、そっちの効果よりも、どちらかというと、ちゃんとしたラー玉の効果を使っていくって言ったらいいのかな、になるかなと思います。こいつはですね、簡単に言うと、こいつをですね、リリースして発動できて、ラーの抑止流を攻守4000プラス効果無効で特殊召喚することができます。なので、ラー玉出します。で、ラー玉の効果でラーを呼んできます。みたいな感じだね。はい。っていう風な感じです。で、さらにこいつは攻撃できず、相手の攻撃効果の対象にならないってやつなんで、こいつポンと置いてるだけで、実はちょっと強かったりとかします。まあ、さすがに3体リリースなんでね。強かったりとかします。で、まあ、ただこいつを通常召喚で出していくんかっていうと、まあ、どっちかっていうと、特殊召喚になることが多いかなっていうふうに思うんですけど、もう一つ来ているのが、この、ラーの抑止流、ゴッドフェニックスっていうカード。これは通常召喚できなくて、カードの効果へのみ特殊召喚できます。で、じゃあどういう効果で特殊召喚するのかというと、まず、こいつが墓地に存在していて、で、フィールドにいるラーの抑止流が場から墓地を送られた時に、こいつ効果発動して、特殊召喚できます。で、さらにですね、こいつは他のカードの効果受けないんですよ。だから出てきます。で、そこにじゃあワーニングポイントとかってやったとしても、カードの効果受けないんで、効かないです。で、攻守4000。じゃあ相手がフィールドにモンスター置いといたらいいのかっていうと、実は、そこを除去できる素晴らしい能力があって、こいつって1000ライフ払えば、場のモンスター行ったら墓地を送るんですよ。で、単1ないんだよね。だからリンクスだったら結構ワンキルできそうってやつ。だからさ、もう対象取っても、いや、カードの効果効かない4000打点で3枚墓地に送れるカードなんて出てきたら終わりじゃね積むデッキは積むよ、みたいな感じのカードですね。はい。ってやつです。なんで、スキルでライフ6000にしておいたりとか、まあ、リクルート効果だったりだとか、特殊召喚とかしたりだったりだとか、まあ、何かしらは必要かな、というふうに思います。ギミックとして。で、もう一つ、エンドフェーズにこいつは墓地へ送らないといけないです。強制効果です。で、手札デッキ墓地からラータマを召喚条件無視して特殊召喚できます。ラータマ、これね、特殊召喚できないって書いてるんですけど、このゴッドフェニックスの効果だったら、特殊召喚できるので、まあ、基本的には、ゴッドフェニックス一旦目出します。で、エンドフェーズこいつを墓地に送ってラータマ出します。で、次のターン、ラータマ効果からラーの抑止流を出してきて、展開していく、みたいな感じになります。はい。で、ラーは、魔法カードをいくつか来ていて、来ているのが、千年の啓示っていうカードと、まあ、千年の啓示と、この、真なる太陽神っていうのと、で、トラップとしては、この暗黒の魔再生っていうのが来てます。で、まずこの千年の啓示なんですけど、これじゃあどういう風なカードなんかっていうと、手札からね、原神従属って言ったらいいの。まあ、要はラー系ですね。を1体を墓地へ送って、デッキ墓地から死者蘇生1枚を手札に加えることができます。なんで、ラーを墓地に送れば、死者蘇生取ってこれるんで、っていうやつですね。でただ、そのまま死者蘇生使って蘇生できるのかっていうと、実はそうじゃないんですけど、ラーって、死者蘇生とかで出したりとかできないやつがいるんで、
で、ただ、この魔法トラップゾーンの、この表側表示のこのカードを墓地へ送って、このターン、死者数でラーを特殊召喚できるっていう風な、制約がですね、付与されます。で、ただ、それで出てきたラーは、ターンの終わりに墓地を送らなきゃいけないんですけど、まあ、要は千年の啓示を使うことによって、手札からラー系を1枚捨てれば、死者蘇生をサーチしつつ、さらに、そのままラーの抑止力を死者蘇生で出すことができるっていう風なカードです。なんで、キーカードですね。この千年の啓示っていうのは。で、次は、真なる太陽神ですね。まあ基本的にこの啓示がなかったら、まあリンクスにおいては、ラーを出すっていうギミックが結構きついなっていう感じはします。なんで、多分ね。まあまあ基本的にはしんどいかなっていうふうに思うので、まあサイクロンに弱そうだなっていうふうな印象は持ってます。で、次、真なる太陽神。これはですね、効果の発動処理で、太陽神を除くラーか、もしくはラーの名前が記載されているカード1枚をデッキから手札に加えるんで、ラーをサーチできるカードですね。ラー関係のカード。なんで基本的にはこの、真なる太陽神で後で展開方法をお伝えするんですけど、足りてないパーツを取ってくるっていう風になります。で、さらにこいつも永続魔法でおまけ効果が強くて、自分メインフェーズに、あ、ごめん、まずラー以外の特殊召喚されたモンスターっていうのは、特殊召喚したターン攻撃できないです。召喚用意って言います。トゥーンみたいな感じだね。なので、まあ実はこの真なる太陽神だけでも相手からしたら結構鬱陶しい。で、さらに自分メインフェーズにこのカードか、もしくはデッキの中のラーを墓地送って、自分の場のラーを1体を選んで墓地に送ることができます。これ、選んで墓地に送るっていうのは大事で、まあ、状況次第なんで使わないこともあるかもしれないんですけど、まあ、このゴッドフェニックスが、墓地にいる状態でラーを墓地に送ると、このゴッドフェニックス特殊召喚できるんでっていうやつですね、これは。はい。で、罠ですね。罠で来ているのが、さっきチラッと見せた、この暗黒の魔再生。これはね、墓地のこのカード除外しっていう後の方の効果なんですけど、手札場のセットされたカードの中から死者数を墓地を送って発動できる、自分の墓地からラーを1体特殊召喚する、その後相手の場のモンスター1体を選んで墓地を送るっていう風な効果があります。で、特殊召喚したモンスターエンドデスフェイズ時に破壊されるっていうやつなんですけど、まあ、死者蘇生をコストにラーを蘇生、相手ターンとかでもできますよっていう風なカードですね。になりまーす。まあ、基本的に来ているのこんな感じなんですけど、じゃあ、あとスキルもね、来ているので、スキルに関してもちょっと紹介した後に、基本的な動きをちょっと紹介したいと思います。不死の太陽神。これはですね、どういうスキルかっていうと、手札のラーのカードを1枚墓地へ送って、デッキから死者蘇生かラーを手札に加える、もしくは墓地へ送るっていう風な効果があります。で、もう一つ、場にラー、もしくはそのカード名が書かれた、原神獣、まあ要はラーですね。ラー関係のカードが存在する場合、自分の墓地から死者蘇生1枚を手札に加えるっていう風な効果があるので、まあ、死者蘇生を、墓地からリクルートできますよっていう風な、リクルート違うな、サルベージできますよっていう風な、まあそういう風な感じになります。はい、そんな感じです。で、じゃあ基本的な動きは何なのかっていうと、基本的に、まあ、ラー関係のカードを手札に加えることができるので、2枚コンボっていうのが基本的に成立するし、よしと。このね、ラーの、これ、真なる太陽神っていうカードがあるんだけど、これをまあ取ってくることができるかな。で、基本的には真なる太陽神を発動して、ラーの、抑止流かもしくは、啓示。要はもう一枚の魔法カードですね。永続魔法。なんで永続魔法2枚使うっていう風に覚えておいてもらったらいいんじゃないかなと思います。これを取ってきます。なんで真なる太陽神で、この千年の啓示からラーを取ってきます。で、2枚揃えましょう。で、この啓示を使えば、ラーを、手札のラーを捨てて、死者蘇生をサーチすることができます。で、さらにこの千年の啓示を墓地に送ることで、ラーを死者蘇生で特殊召喚することができます。はい。これで、要は2枚初動のうちの、千年の啓示とラーを使って、墓地にラーを送りながら死者蘇生取ってきて、死者蘇生でラーを出すっていう風な動きまでしました。で、次。これでバニラーがいるでしょ？バニラーがいるので、真なる太陽神の効果使います。真なる太陽神は、
デッキの、要はそのフェニックスを墓地へ送ることができるんですよ。で、その後、自分フィールドのラーの抑止流一体を、墓地へ送るんで、出てきたラーを墓地に送りながら、ゴッドフェニックスを墓地に落とすことができます。そしたら、ゴッドフェニックスは、ラーが場から墓地に行ったんで、特殊召喚できますよね。で、そのまま、フォンフォンフォーンって出てきます。で、こいつはエンドフェーズ時に墓地に送って、デッキか手札か墓地から、ラータマを特殊召喚します。じゃあ、そうすると盤面どうなるかっていうと、ラータマプラス、太陽神になるので、魔法カードの。対象取れません。殴ることできません。っていう風な弾と、召喚用意しちゃいますっていう、そのターン殴れないですよっていう太陽神の盤面ができるわけでございます。これで、まあ、基本的には耐えていくって感じだね。で、次のターン。弾が、効果を使うことによって、これでリリースして、デッキからラーの抑止流出せるでしょ。で、打点4000じゃないですか。それでそのまま殴れるし、墓地からもう一回フェニックスを蘇生することによって、相手のモンスター3枚墓地を送って盤面サラティにして、カードの効果効かないですよっていう風にしてからダイレクトアタックみたいなのとかもあります。というわけで結構強いですね。はい。サイクロンに弱いかなっていうのはあるけれども、でも、さすがにカードの効果効かない4000打点のゴッドフェニックス、さらに3枚モンスターを、墓地に送ってくる。さすがにちょっと強いかなーっていうのはありますね。まあ試してみないとわかんないけど。で、他に来ているテーマが、まあ、主にまあマシンナーズと、まやかしに関しては、ちょっといっぱい来ているので、多く語ろうとは思うんですけど、ちょっと箸休め的な感じでね、セイクリットも来ております。セイクリットはカドケウスっていうのが来ていて、このカドケウスってどういうのかっていうと、場に他のセイクリットがいるときに特殊召喚できるんですよ。横展開できます。さらにデッキからセイクリット魔法トラップを手札に加えるっていう効果もあります。で、さらにエクシー素材になっているときに光闇モンスター。まあ基本的に強いのって光闇だから光闇多いよね。と戦闘を行うときにそいつを除外することができます。なので、まあこのカドケウスっていうのがいると横展開できて除外効果付与されちゃって、結構いいよっていう風なカードですね。はい、ただ、セイクリットは、これね、例えば、ワールフみたいに、セイクリット召喚に成功しました。そこにチェーンして、カドケウス出しますとかっていうのができたら強かったんだけど、ラグがあるんだよね。あくまで、セイクリット着地します。何もありませんか？はい、何もないです。じゃあ、カドケウス出しますになるんで。まあ、そこがちょっと、着地狩りに弱いなっていうのはあります。で、次、コズモ来ております。コズモは、これです。フィールド魔法、エメラルドポリス。まあ、やっと来たっていうか、これもう欲しい欲しいって言われてて、実装されたカードだね。効果は除外されているコズモを手札に加えて、ライフをそのレベル分かける100の、ライフを支払うことによって、手札に加えることができます。まあ、コズモってさ、なんか手札に、からどんどん消化していくから、消費していくから、その除外ゾーンに行ったコズモをなんとか戻してこないと結構しんどかったりとかするんだよね。で、このエメラルドポリスがあれば戻すことができるので強い。っていうのがまず一つ。で、さらにコズモってさ、やっぱ下級と上級が混じったデッキなんで、まあラッシュデュエル想像してもらったらわかりやすいんですけど、まあある程度の事故があるんですよ。ただ、手札のコズモを任意の数だけ相手に見せてシャッフルします。その後、戻した数だけドローできるんで、手札入れ替えできちゃうんですよね。これがめちゃくちゃ強い。必要なカードだけ置いといて、手札入れ替えできちゃうんで、事故率も、あれだし、少なくなったし、妨害札を引きに行ける率っていうのも高くなったので、さすがにエメラルドポリス強い。で、これがリミさん実装だったかな？だと思います。なんで、テラフォーミング1枚入れて、リミット1の。で、これも入れて、みたいな感じで、俺はいいんじゃないかなと思ってますが、どうでしょうか。で、あともう一つ。場のこのカードが効果で破壊するときにデッキから、コズモをサーチできるんですけど、メタルホーゼと相性がいいです。なんで。メタルホーゼって、表側表示のカード1枚割って、まあメタルホーゼフュージョンとかサーチしてくるじゃないですか。で、その過程で、このエメラルドポリス割ると、それが初動になるんですよ。なんでそこが結構強そうだなっていうのはあります。はい。まあ、試してみたいですね。メタルホーゼコズモっていうのは。で、次、まやかし。まやかしはですね、結構来てまして、まあ、スキルも来てるし、モンスも来てるしって感じで、まずリンク隊来たのがすごいでかくて、つららのまやかし雪女。めっちゃ可愛いよ、ちなみに。こいつはどういう効果かっていうと、リンク先にシンクロがいるときに相手はこのカード攻撃対象にできず、さらに、シンクロが破壊された場合、場の表側表示のモンスター1体の攻守を半分にするっていう、効果があります。攻守半分はね、やっぱ、リンクスだとすごい強い。
ていう風なのが一つと、まあ、あとはね、まやかしてシンクロテーマなんですよ。シンクロしていって、で、そのシンクロして、破壊、モンスターが破壊されたら、その2個レベル低いシンクロモンスターを墓地から特殊召喚して、みたいなのを繰り返して耐えていくんですよね。で、さらに墓地から出てきたタイミングで効果発動して、まあ、妨害を当てていくっていう風なのがメインギミックなんですけれども、まあ、なんで、こいつがいると、このつらら、まやかしがいると、ですね、シンクロモンスターが、破壊された時に追加の付与の効果を得たりだったりだとか、いろいろいいことがあるので、かなりいいかなという。で、あと、まやかしって墓地から蘇生した時に効果発動するんですけど、場のシンクロ体を墓地に送れるっていうのも優秀ですね。で、次は、まやかしで来ているのが、タルヒのまやかしっていうのが来てます。これも可愛いですね。はい。個人的には、ツララの方が好きです。こいつは特殊召喚成功した時に、相手の効果モンスター1体の効果を無効にします。さすがに強い。で、さらに墓地から除外して、墓地か除外されているアンデッドシンクロを特殊召喚できます。で、まやかしを特殊召喚成功した時は、墓地から出てきたまやかしの効果も使うことができるので、まあ、かなり強いかなというふうに思います。で、もう一つまやかし来てまして、来ているのが、ムクロのまやかし、カシャドクロっていうカードです。これは、星11なんですけど、リンクが破壊された時にこいつが墓地にいると、こいつ特殊召喚できるんですよ。で、今までさ、リンクを破壊された時に出てくる、こういうまやかしっていうのがいなかったから、まあまあまあ、普通に場持ちはかなり良くなって強化かなっていうふうに思いますね。はい。そんな感じです。で、墓地から一応こいつ特殊召喚したら、このターン他のカードの効果を受けないっていうのがあります。で、まやかしなんですけど、スキルも来ていて、まあ、今来たカードだけだったら、まあ、リンクが追加されたから、まあ、ちょっと強くなったね、程度なんですけど、スキルも来てます。スキルはですね、帯同するまやかし、これはですね、まやかしカード12枚以上 あるときに、エクストラにまやかし3種類ですね、追加できるんですよ。はい。なんで、それで追加なんだけど、何が追加されるのかっていうのが、正直まだ詳細出てなくて分かんないんで、やってみてからのお楽しみなんですよ。なんで、それ次第では、このカード追加されるのやっばみたいなのがあればめっちゃ強いと思うし、まあ、そうじゃなかったら、まあそこそこで終わるかなっていうのは思います。そんな感じですね。で、さらに、場に、まやかし、シンクロ、リンクモンスター、どっちかがいるときに、自分のエクストラからレベルが異なる、まやかし、シンクロ5体までを墓地に送ることができます。はい。で、こいつは特殊化もできます。5体送れるの強いよ、さすがに。で、まやかしってさ、まあ、まず、3シンクロ作って、5シンクロ作って、7シンクロ作って、9シンクロ作ってみたいな感じで、シャカ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 回していったんだけど、スキルを使うことによって、そこの部分を割愛することができるようになったので、それはね、プレイ面においても非常にいいかなと思います。というわけで、まやかしでした。で、あとはですね、まやかしの他だと、気になるのは、マシンナーズかな。マシンナーズ来ております。マシンナーズね、紹介したいのが2つあって、1つはまず魔法カード。魔法カード書いてることすげえ強いよ。これ、マシンナーズリフォメーション。で、これは手札を1枚捨ててデッキからマシンナーズ2枚手札に加えるか、もしくは手札からマシンナーズ1枚を捨ててデッキからリフォメーション以外のマシンナーズ2枚を手札に加えるか、どっちかが選べます。はい。なんで、まあ、さすがにマシンナーズね、安定感一気に上がったっすね。うん。強い。そこは強い。で、さらに妨害も来てまして、マシンナーズカーネルってやつなんだけど、カードの効果のみ特殊化できます。じゃあ、どうやって、カードの効果出すのかっていうと、なんかね、墓地にこいつがいるときに、かな？うん。カーネル以外の表側表示の地属性機械属、まあ、マシンナーズだね。が破壊されたときにこいつを特殊召喚するっていう、自己再生効果もあります。で、こいつ自身の効果は機械族一体を破壊して、その攻撃力以下の相手を全部破壊することができるので、まあ、相手ターンに妨害できるっていうのが非常に強いんだよね。しかも全体除去なんで、相手ターンにいきなりブラックホール打てるみたいなもんです。まあ、さすがに強いかなと思います。対策されなければ。っていうのが、このカーネルくんでした。は
い、ごめんなさい。順番前後しちゃったんですけど、まやかしなんですが、この翼のまやかし、ハジュンっていうのも来ております。こいつどういう効果かっていうと、召喚、特殊召喚に成功した時に、デッキからまやかしを特殊召喚できるんですよ。なんで、こいつ1枚初動なんですよね。まやかしの1枚初動、さすがに強いっていう風な感じで、強化来ておりますので、まあ、まやかしもかなり注目かなと思います。はい。で、他のカードでいくと、失楽の魔女っていうのも来てます。こいつは、召喚成功時、禁じられたシリーズの速攻魔法1枚を手札に加えることができるので、まあ、聖杯だったり、清掃だったり、状況に応じて取ってこれるってカードですね。で、さらに、相手メインフェーズ時にリリースして、天使族レベル4を特殊召喚するってこともできます。なので、こいつ1枚で2枚アドが取れちゃったりするわけですね。で、他ね、ちょっとこれ、マダン使いたい人からしたら嬉しいんですけど、マダンの、射手マックスって言ってます。リンク召喚に成功した場合、相手のモンスターの数まで、マダン魔法トラップをサーチできます。もしくは、相手の魔法トラップの数まで、マダンを特殊召喚することができます。というわけで、5手取った時に限りますけれども、このリンク召喚成功しました、マックス出しますっていうので、まあ、マダンカード1枚取ってくることができるので、まあ、初動ね、マダン引けてなくて事故ってるみたいな時とかでも、このマックスがいれば大丈夫って感じ。です。はい。で、あと来ているのは、創生回帰。これは、まあ、デッキか手札から生物特殊召喚して次のターンのエンドフェーズに破壊されますよ、みたいな感じのカードなんで、まあまあって感じ。で、あと軍艦系も来てまして、で、このロガエスっていう守護天霊、ロガエスっていうのも来ております。これはね、場の天使が、効果発動したら手札から特殊召喚することができて、なんで、そういう風な、ギミック、天使族のモンスターの効果発動っていうようなギミックとは相性がいいです。で、さらに、手札からですね、こいつ出てきました。あと、ですね、自分の場の攻撃表示のモンスター1体を守備にして、相手モンスターを除外するっていう風な効果もあります。で、さらに破壊されたら、こいつが、場のモンスターを対象に取って発動できて、そいつは戦闘破壊されない、みたいな場持ちが良くなる効果もあったりとかします。なんで、まあ、使うかどうかわかんないんですけれども、一応こういうロガ S っていうのも来ているっていう感じですね。特定のデッキでは強いと思います。というわけで、いかがだったでしょうか。今日はですね、新ボックスのカード、シャドール以外の解説をさせていただきました。結構長くなってしまったんですけれども、まあ、いい暇つぶしになったりね、カードの効果、振り返るのに役立てば、嬉しいなというふうに思います。というわけで、参考になればぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。